映画館があなたに隠している9つのこと。みんな誰もが大画面で映画を見るの好きですよね。しかし映画館っておかしなことが多くないですか。例えばポップコーンの値段がチケット代と同じくらいだったり。今回ブライトサイドでは映画館が私たちに隠している事実を探ってみました。9、清掃員は劇場をきちんと掃除していない。上映後に毎回劇場が清掃されていても、フロアはかなり汚れているのにお気づきでしたか。これは上映の合間があまりないため、清掃員がわずかな時間で床を掃くくらいしかできないからです。大急ぎでかなりいい加減に。洗剤をつけてモップでしっかりと清掃されるのは夜だけです。8、清掃員に親切なのはゴミを座席下ではなく上に置くこと。もちろん自分でゴミ箱に捨てるのがベストなのですが、もしその場に紙コップやポップコーンの箱を置いていくのなら、床ではなく座席の上に置きましょう。これで上映後に清掃員が片付けやすくなります。7、映画館での大音量は耳によくありません。オーディオシステムや音量に基準があるものの、これを守るかどうかは映画館側に一任されています。爆発や戦闘シーンの多いアクション映画では音量が規定レベルを大抵は超えているので気をつけましょう。ご自分の健康のためにも映画館でアクション映画はあまり見ない方が良さそうですね。6、1981年まで座席にカップホルダーはなかった。面白いことにカップホルダーが誕生したのは1981年。これはアメリカで初めてエアコンの入った映画館が誕生してからすでに60年も経った時のことです。ちなみにアメリカの映画館でポップコーンが売られ始めたのは第二次世界大戦中から。当時砂糖の供給不足で映画館でキャンディーを売れなくなり、その代替案だったのです。5、ポップコーンはなぜあんなに美味しそうな匂いがするのか。あのポップコーンの匂いの誘惑に勝つのは至難の業。実はこの匂いを出すために映画館は秘密のレシピを使っているのです。例えばココナッツ油とキャノーラ油を混ぜ合わせ、次にもちろん添加物ですね。4、スタッフは少なくとも週に一度はイチャつきカップルを劇場から追い出している。イチャついたりそれ以上の行為で周りの人を不快にさせるようなカップルは劇場に取り付けられているカメラで監視されているので気をつけた方がいいですね。こうした行為をカメラで捉えられるとスタッフから警告を受けたり劇場から追い出される羽目になります。イチャつきたいのなら自宅のテレビの前でですね。3、ポップコーンの値段が不当に高い。研究データによると 300g のポップコーンの値段は同僚の高級ステーキよりも高いんだとか。これではいいレストランに行った方がポップコーンを買うより安いのだから変な話ですよね。アメリカでは L サイズのポップコーンの値段は平均8ドル1000円弱ですが、映画館の仕入れ値はというと1ドル110円前後。スーパーで買うのと同じ値段なのです。2、セットメニューを買っても節約にはならない。
セットメニューにポップコーン、ソフトドリンクやその他のスナックがついてきても、ちっとも割安になってないんです。それぞれの商品を別々に買った時と比べてみても、そんなに違いはありません。もっと安く済ませたければ、小さめのサイズを買うことですね。1. ポップコーンはいつも出来たてというわけではない。ポップコーンの利点は何日も日持ちすることなんです。どの映画館のスタッフもこの点はよく承知してますよ。夜に売れ残ったポップコーンはスタッフがビニール袋に入れ、朝にまた温め直して売るんです。ところで、あなたは映画を見るならおうち派？それとも劇場派ですか？コメント欄で教えてくださいね。評価ボタンのクリックをお忘れなく。ブライトサイドにチャンネル登録をお忘れなく。